こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。オーストラリア潜水艦問題難航。日本人をもっと理解できていれば、今頃高性能な潜水艦が。しかし日本にとっては良かったのかもしれない。胸をなで下ろす関係者は多く、他国への機密漏洩につながる。世界でも現在トップクラス原子力潜水艦にも引けを取らない。その潜水艦にオーストラリアは今日も悔やんでいる。戦後日本の海上自衛隊の主力といえる艦艇が何かと問われれば、間違いなくその座を担うのは、潜水艦を抜きにしては考えられないと思われる。異例の防衛大臣の声明により、すでに15年以上も前から南シナ海における作戦行動を行ってきたことが報じられた。日本の潜水艦、現在は、双竜型が最新の艦級である。双竜型潜水艦は、1番艦の双竜から始まり、最終の12番艦となった東竜が、2019年11月に進水を迎え、都合12隻が建造された。中でも、11番艦の鳳竜からは、バッテリーである蓄電池を鉛を用いた形式からリチウムイオン電池へと変更したことで、中身はそれまでと別物ということができる。鳳竜以前の双竜型10隻は通常動力型の潜水艦として、ディーゼル機関、スターリング機関、鉛、蓄電池の3種類の駆動機関を搭載した潜水艦であった。これに比べ、アメリカ海軍などは潜水艦の動力源は原子力機関のみとしており、現在の潜水艦の性能の中で最も重要視される水中での連続航行に最も適した形式に特化している。潜水艦の動力源として現時点では最適と考えられる原子力ではあるが、日本をはじめとしオーストラリアなど環境面への配慮からこれを採用できない国も存在する。また、政治的に原子力機関の搭載が問題視されない場合でも、原子力機関に対して技術的費用的に安価な通常動力型潜水艦を採用せざるを得ないケースも少なからずあるようだ。日本は政治的に原子力の軍事利用が難しいことから、通常動力型の技術を高めざるを得ない方向に動いてきたわけだが、鳳竜はその制約下での進化の先端に位置する。鳳竜は、これまでのディーゼル機関、スターリング機関、鉛、蓄電池という駆動機関から、スターリング機関を外し残るディーゼル機関と、リチウムイオン電池に切り替えた。非待機依存型の推進機関として大きさの割に出力が低いスターリング機関は、水中での航行に向けた対策だったが、これを高効率のリチウムイオン電池で代替することに成功したのだ。これまでもリチウムイオン電池が従来型の鉛、蓄電池よりも優れていることは明白だったが、発火しやすいという欠点を抱えており、その実用化がなされたことが画期的な点だと言える。当然、
海上自衛隊の最高の軍事機密である。潜水艦の性能について詳細な公表は望むべくもないが、少なくともリチウムイオン電池の採用で航行距離時間は倍増したと考えられる。このため世界的にも欧竜は注目を集め、前述のように旧式の黒潮型潜水艦ですら南シナ海での作戦行動が可能なことと合わせて日本の技術力の高さを知らしめた。そもそも現代の潜水艦とは敵に探知されないことが大前提であり、黒潮型の活動すら把握できていなかった中国海軍に対し高いアドバンテージを有すると評価されたのだ。このため欧竜の登場はオーストラリア海軍の次期新型潜水艦のコンペでフランスに敗北した日本が再び受注に向けたリベンジもあり得るのではないかとの声も上がった。さすがにこのオーストラリアの次期潜水艦については今さら日本への発注に決定が覆る可能性は低く、リチウムイオン電池の搭載という新機軸がもたらした噂の息を出ないものだろう。建造の難航が伝えられていたフランスの新型潜水艦も2019年7月にようやく竣工し、この原子力潜水艦の後にオーストラリア用の通常動力型の建造へのめどが立ってきた模様だ。ただ日本案への回帰が話題に上るほど、フランスのこの計画は遅延しており、予定の2022年に本当にオーストラリアでの建造に入れるのかは未定なままである。何よりフランス本国では原子力潜水艦として建造されている同ワラクーダ級を通常動力に変更した機関部を搭載するという変更点に疑問を投げかける向きも多い。なぜならば原子力潜水艦しか運用していないアメリカでも今や通常動力型潜水艦の建造は困難であり、台湾への斡旋すらままならなかった状況があるからだ。ちなみにフランスのワラクーダ級潜水艦は全長99メートル、直径が 8.8 メートル、排水量が基準で4700トン、水中で5300トンの大きさとなっている。日本の欧竜は全長84メートル、直径が 9.1 メートル、排水量が基準で2950トン、水中で4200トンであり、ワラクーダ級が通常動力型になった場合、その大きさが際立つ。果たして計画通りに12隻のこの潜水艦がオーストラリアで無事建造されるのかは、今後の続報を待つしかなさそうだが、その大きさの割に兵装が少ないことはすでに指摘されている。ただこの欠点も原子力潜水艦という前提条件からであり、問題はやはり半世紀にわたって通常動力型を建造していないフランスが無事それを提供できるにかかっていると思われる。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流潜水艦が浸水。これで、総夕方潜水艦の12番艦まで出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には浸水式が実施される。早く見たいものですが、横流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に日米英合同訓練に参加していた護衛艦加賀、稲妻、鈴付に黒潮潜水艦が合流し共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても潜水艦の行動についての発表というが異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今更公表する必要があるのか。ここからはあくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか。この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると。推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。
潜航深度については別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。89式魚雷の深度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという、理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに、旧型黒潮潜水艦はその深さまでは、潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど、軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく、潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし、中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水艦が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので、騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか。ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし、中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にも、もう一隻くらい極秘任務に、当たっていたのではないかと思われるのです。例えば、双竜型潜水艦。この艦は、潜航深度が極端に深く、500メートル、いやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかも、この、そう、竜型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した理由が理解できるようです。もちろん、これは、推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、竜型潜水艦の最新鋭を追う竜潜水艦から、目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は、潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。
日本の潜水艦任務は極秘ですが、世界一とも言われます。日米での対潜能力は世界でもトップです。そうです。海上自衛隊潜水艦はやしおが、平成10年前艦隊を含めたリムプク、リムパックで、全滅に追い込んだ話を知っているでしょうか。近年、急激な増艦を進める中国潜水艦ですが、まだまだ、日本やアメリカには及ばないということです。では、今回、中国潜水艦ともに、日本の潜水艦事情も、詳しく見ていきますね。急激な潜水艦の精度は上げることはできないし、潜水艦には音紋があり、中国潜水艦は特徴がありすぎるんだけどな。昨年2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま、航行する中国海軍所属と思しき潜水艦を海上自衛隊が発見、追尾する事態が発生し、大々的に報じられた。国際法上からは、外国籍の艦艇が他国の接続水域を潜航航行することまでは、禁じられてはいないのだが、無用な衝突を防ぐため、通常そうした行為を、あえて行うことは控えているのが現実だ。定義上は、ある国の領土から22km先までの海域が領海であり、その子から先、さらに 22km までが接続水域、その外側が、排他的経済水域とされており、いわば中間の海域である。この件で、中国海軍ものと、おぼしき潜水艦の目的が何だったのかを考えると、最も合理的だと思われるのは、このところ、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自軍の能力を試したものとみる解釈だ。すでに収益させている潜水艦の数的には、戦略型の原子力推進型から、通常動力型の攻撃型潜水艦まで64隻を数えると見られている中国海軍が、日本側の能力を探らんとした可能性が高い。しかし、中国側の予想をはるかに上回った海上自衛隊は、P3 や P1 などの対潜哨戒機や護衛艦、加賀などを投入し、容易にこの行動を探知してしまったというのが実情だろう。もちろん、中国側はこのような不名誉な結果に終わったことを公に認めることもなく、その真相は今のところ確かめる術もないが、一応国籍不明としながらも、日本政府が探知した事実のみが残った。この点だけを捉えて、日本側が探知に成功したことで軍事的に、優位にあるかといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで、劣勢であり、飽和攻撃を覚悟されれば、以前危ういだろう。2020年のアメリカ大統領選挙でバイデン政権に移行したこのタイミングを見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けた軍事的な圧力を依然として高めており、危機感は増している。日本や台湾に向けてだけでなく、この2021年1月にはフィリピン沖を航行中だったアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にすら戦闘機や爆撃機を向かわせる行動をとった。一説には、これは
セオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した。中国軍の訓練だったとも伝えられているが、個々の航空機や兵装では、劣ると見られる中国軍が自信をつけてきた少佐だろう。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊を凌駕する世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では、対峙が厳しいほどの準軍事組織に変貌している。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は容易であり、日本側も、いざという場合に備えて、陸上自衛隊に水陸機動団を発足させてはいるが、一度上陸を許せば、奪還は非常に困難となるだろう。そのため、中国側の艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそがまず第一の優先事項になると思われるのだが、昨年進水した太平洋を加えて、ようやく当面の目標であった22隻の潜水艦体制が鍵と言えよう。対潜哨戒能力は、これまで見てきたように、高水準なレベルを持つ海上自衛隊だが、中国のように数に物を言わせた侵攻を起とされた場合、防ぎきれるのかは何とも断言しがたい。日本も中国も、昨今の例に漏れず、近代的な海戦での実戦経験は、ほとんどないが、軍事上の事例としては、1982年に発生した。フォークランド紛争を、両国の関係者、共に研究していると言われている。ご存知のように、フォークランド紛争はイギリス領である。フォークランド諸島をアルゼンチンが吸収、一旦占領したものの、イギリスの反撃によって奪還され、終了を見た戦争だった。この当時から、中国は、アルゼンチン側を支持していた国の一つであり、香港の返還を控えていたこともあり、イギリスに対して非常に強硬な姿勢で対峙していたことでも知られている。2000年代に突入しても、アルゼンチンはフォークランド諸島の領有を未だ志向しているが、これにも中国は賛同の意を続けており、逆に、アルゼンチンは、南シナ海の中国領有の支持を表明している。こうした両国の利害関係の結びつきは、2015年には、中国の建造する、056型コルベットを、アルゼンチンが購入を決め、その他に戦闘旗や、歩兵戦闘車などの兵器輸入でも、拡大が続けられている。最終的に、フォークランド紛争は、イギリスの勝利に終わったものの、艦艇の損害数を考慮すれば、同国の方が、大きな損害を被っており、一方的な勝利とは言いづらいものだった。具体的には、アルゼンチン側が、一隻の巡洋艦を失ったのに比して、イギリス側は、二隻の駆逐艦、二隻のフリゲート艦、一隻の揚陸艦等を沈められており、むしろ艦艇の損害では上回ってさえいた。現在のイギリスは、仮に今フォークランド紛争が勃発するとしたならば、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは非常に困難だと認めている。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けたという日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した。我々はレーダー照射はしていないという韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時、韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。P-1 哨戒機は、それ以前のアメリカロッキード社製の P-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には、合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても、1機あたりの単価が高くなっていることは、一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは、自国領内へ近づく敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として、広範囲に及ぶ索敵を、主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは、物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。P-1 についてはそれだけではありません。この機体は、特に、潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦、双竜型は、敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、
P-1 はこの双竜をも探知できると考えられているのです。この探知能力は通常動力型の潜水艦だけなく、原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろん、ロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると、日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを、潜水艦隊と共に証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがある無人という言葉は、中国の古典に由来します。それは、どんなものをも貫く、矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ、盾、盾を売ろうとしていた商人に、一人の男が、では、お前の売っている矛で、その盾を突いたら、どうなるのか?と質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり、相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、双竜潜水艦が矛であり、P-1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。P-1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には、魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器を、この機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に、対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる。できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際にこのような兵装が可能である。有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては、無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、P-1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて、応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には、遠距離対応の艦対空ミサイルや、中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御用兵装が装備されているからです。万が一にも、武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。P-1 哨戒機には量産化された機体としては世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離はなんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P-3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P-1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が、
効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが、70機ぐらいを目安として、配備が進められているようです。P1 哨戒機は、現在 P3C 哨戒機を配備している。青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で、配備されていく予定となっているそうです。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に、対潜水艦用爆雷、こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。そう、流型潜水艦12隻がほぼ完成した中、太平洋型潜水艦が進水式を迎えたことは令和2年のことだ。はじめこそ、太平洋という言葉に違和感があったが、今では、双竜型と並んで呼び慣れてきた。不思議なものですね。では、
今回大鯨潜水艦の魚雷について見ていきます。発射管についても見ていきますね。日本は通常動力型潜水艦ではトップクラス、米国は原子力潜水艦でトップクラスでは、日本領海内は世界最強なのかな。2020年10月に、命名式と進水式を無事に終えた海上自衛隊の新型潜水艦大鯨は、前級の総流型11番艦東流、12番艦欧流をさらに正常進化させた艦艇だ。今回の命名によって大鯨型と呼ばれることになったこの1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターを組み合わせた通常動力型潜水艦である。大鯨の推進方式は、前級の総流型、東流以後と同じではあるが、前者が、元は、スターリング機関と鉛製のバッテリーを搭載していたことに比して当初から専用設計された点が異なる。このため、さらに、総、流型、東流などよりも長い連続潜航時間、行動範囲を獲得し、かつ場所を必要としたスターリング機関を廃止したことで、艦内のスペース効率も向上したとみられる。このことは、大鯨から導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも寄与しており、狭い潜水艦内にもかかわらず、女性用の休息スペースを区画を分けて設けることも可能とした。大鯨は基準排水量が約3000トンで、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートルとなっており、水中での排水量は未公表だが、4250トンから4300トン程度ではないかと推測されている。潜水艦の目であり、耳であるソナーも、新型の ZQ-9-8 統合式が搭載され、これにより、従来型よりも、目標の探知精度、能力のさらなる向上が、図られており、ここで得られた情報を兵装とも連携する。大鯨は、こちらも、従来型と同様に、艦首部分に6門の 533mm。魚雷発射管を装備しており、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、また、対艦ミサイルのハープーンを運用することが可能となっている。ただし、新型の18式超魚雷はおよそ94億円と言われる開発費を投じて、2022年2月までの間に配備が進められていく予定であり、大鯨の収益状況によって、これには多少のズレも生じるかもしれない。大鯨は2021年度の概算の予算の中で5番艦までの建造費用が要求されているが、2020年11月の現時点では最終的に何隻が建造されるのかは正式に公表はされていない。ただ、前級である、総、流型が11隻収益中、1隻偽装中、前々級親潮型が9隻収益中、2隻が練習艦であることから、親潮型との代替を勘案し、合計8隻は建造されるとの見方が、有力視されている。2018年12月に発表された防衛大綱では、潜水艦の22隻体制の構築が記されていたが、
このままで推移すれば、双竜型12隻、親潮型9隻に太平を加えれば、一応、この体制が整うことになる。このため、太平型が8隻まで建造される場合には、親潮型が2隻を、残してすべて代替されるか、もしくは収益する潜水艦を増加させる方向に、進む可能性もあると考えられる。現在の仮想敵国である中国海軍の増強のスピードを見れば、海上自衛隊の潜水艦22隻体制が強化されることも十分予期されるが、その場合には、現状で目慮している要員確保が大きな問題となるだろう。太平は約70名の乗組員が必要とされているが、前級の双竜型は約65名であり、通常動力型潜水艦として大型とはいえ、省力化という点では課題を抱えていることも事実と言えよう。さて、日本では太平の進水によって潜水艦隊のさらなる強化への期待が高まっているが、仮想敵国としての中国の見方がどのようなものか、一例を挙げてみていこう。中国メディアの中国軍網は、2020年10月21日に太平について言及し、従来型の双竜型から向上した約2週間以上に及ぶ連続航行期間を指して警戒を要するとの見解を示した。ことに、太平は水中での静粛性が増加していることから、これを探知、発見し追尾することは難しいと評し、日本での下馬評と、そう異なることのない指摘を行っている。また、2020年10月17日の今日頭上という中国メディアは、前述の中国軍網と、ほぼ同様な見方を示しつつも、太平はあくまで、通常動力型潜水艦としては優秀だとし、原子力潜水艦の優位を主張している。中国は新型の原子力潜水艦を保有しているのだから、日本の太平がいかに通常動力型潜水艦として優れていようとも、これを上回ることはないとの結論を下した意見だ。確かに、燃料補給がほぼ不要であり、水中移動時も高速度を実現可能な原子力潜水艦は脅威だが、対潜哨戒能力では、まだまだ日米に劣ると言われている中国には、このままの状態でいてほしいものだ。日本が、原子力潜水艦を保有できないことには間違いがないので、同じ土俵で争わなくてよいように、できるだけ中国にはこうした今日頭上の意見を貫いてくれる方が後押しやすいと感じられる。